どうも、メインフェスのリーダーです。よし田村でーす。よしです。やべ、お腹ギリギリなってる今。なんでお腹空いてるの？やべ、お腹空いてる。というわけで今日の企画はいきます。男4人の寿司限界グー。うわー、感覚。今日の企画とってもシンプルです。はい、これから回転寿司に行きまして、シンプルに4人で本気出したら何皿お寿司食えんのかなと。なるほどなるほど。動画が回ってましてや、これ限界食いっていう補正がついたら画面埋まんじゃねえかなと。あわー、まあ、というわけでこれからね、お寿司屋さんに行ってガチガチにバカ大食いをしていきたいと思います。あやー。というわけで早速やっていきましょう。タイム平泳ぎめっちゃ苦手。やってきたね。はい、もう画面上埋めたいんで。はいはいはい、もうここでこうよ。うん、GoPro 高くだいぶ広いね。俺ら二人で20皿頑張ろうな。うん、いや、志低いか。フライ寿司はこのスマホでね、注文するんですよね。すごいよね。画期的。マグロ、わさび醤油、リタン。いや、いらない、マジで。なんか、ゴミ食ったのがマシ。はい、あー、それ一人で。ただいま大変混み合ってるからってやつ。マジや、俺もだ。俺こっから取ってこうじゃん。俺もどんどん行っちゃうぜ。いや、食えそう。いけいけ。オニオンサーモン。おー、いいやないですか。いただきます、いってらっしゃいます、ありがとう。どんぱ。いただきます。いけすごい。うわっ、じゃあ俺はネギトロ食します。白子を食った方がいい。白子を激腹。あ、いただき。うーん、出た。平松さんです。来た。おかげでございます。うまほ、完全にうまい。だいぶ埋まってきたね、画面。うん、全然バン溜まってきた。え、それも全然。はい、クレープサラダ食べてました。はい、先輩。まだいけるぜ。うまっ。うまっ。炙るとろけるよな。炙るチキン。中部街。こちら甘エビユッケです。炙るね。食ってみるか。すごい。やっぱりもっと食わねえとうまんねえな、これは。めっちゃ食う。生エビがいいわ。パン。ホタルイカ。いや、俺いっちゃ食ってんじゃん、今のところ。うん。え、パン来たら。やっぱ早いね。俺バカ早い。一人圧倒的な男いない。早い。15? まだ15か。 15? アグリメンタイマヨコーン。これ流れてきたやつか。あー、やっぱダメ。ダメ。あー、モラルが。ウニ。エビデエビデはいいね。よし。今よしって聞こえたけど。はい。パン。いっぱい。ウニうま。え？まだ30分も経ってない。まあこっからだよね。あー、追い込んでこい。限界だから。パン50はいける。めっちゃ行くやん。ただの飯食い来たわけじゃないから。企画だから。企画です。限界まで食いましょう。一冊カッパ巻きにしよう。焼きハラス。ハラハラ焼きハラスうまそう。見えた。いや、さっきからシャメ取りすぎ。シャメが取ってめっちゃ心のシャメ取るんだけど。全然シャメ取ってない。マジ食いたいのなくなってきた。頑張るな俺。すげえな。30いく。30行きたいね。30ね。25も食った。めっちゃ来るやん。多分俺。マジで？あ、全部俺だ。おー、ナイスナイス。岩やば。岩は結構すごいよ。パン何してんすか。いやー。おー、いや、バカあったっけ、ここ。あれ、味噌汁これ、俺のブースだから。なるほど。パン。この高いやつ。おかしいでしょ。どういうこと？おかしい。大体下に。これ。これ、これ俺や。対戦側、エンガータイム入るぜ。いやー苦しい。ついに言いやがった。やば、まあ、マジで今12。え、出たの来るやん。どうしたんだよ。病み上がりだね。出た最近の必殺技。いや、もう絶対サラダとクレープが来てると思うよ。間違いない。サラダはたまるよな。ラップ向け。ラップ向け。
ガチかさまし、もう納豆レベルじゃ無理かもしれん。また写真撮ってくる。撮ってないです。クラスの半分やっといくそう。来た。カッサ巻きでーす。カッサ巻ける？それはうまい。何もつけん。キュウリは醤油だね。ちょっとつける。今に勝つか、今日は。これもう美味しそう。中野で笑ってんってくれ。もう20。20? うん。余裕だ。あと6から食えば美味しいか、一気に。何から？ 12。よしよし。でも、寿司何が好きやん？は？あれ？ってうわ、岩田？全部俺。やば。病気やん。だって今ストックやば。これは誰？死んだと見たい。今とんでもないよ、トークやね。死ねに来てる。やばい。お前ゼロゼロ。ああ、そうね。終わる。寿司とビールってうまいよ。めっちゃうまい。いいよ、うまい。これもうちょい差つけようかな。うわ、マジで。俺今焼き払っていけないよ。無理だね。でも、ラッコにはいけない。あ、すげえ、もうやば。何カッコつけてんの？出たよ。上がったよ。あ、私だ。絶対これ、結構自爆だろ。私のカッパ、残念。見えんのかい。おいやばいやばい、カッパもらえた。カッパの気見てる頭ってます。あっ、はい、ペナルティ。何何何、そんなんだよ。あと頼んだ、埋めてくる画面よ。任せろ。誰バカみたいなの見てるんですか。はい。え、全部全部やば。ええどうも。多数だよ。そう言ってる。喧嘩よ。怖っ。怖くない？はいよ。結構頑張ってね。頑張ってね。いや、結構16。あ、すごい。俺と一緒や。見たと一緒でーす。なるほど。12皿から頑張ったよ。はい。カッパ巻き。今がバカフィードファイトしてるやん。しんどそう、顔は。終了かな。終了。集計だね。集計ですね。俺と北村が16歳。リワが30。ピタ30。パンチは36。38。あと2皿で100。いや。まあリアルだよ。リアルだよ。そこで調整するのはちょっとあれじゃない。できるけど限界でね。いかねえもんか。無理なのかな。俺と北村は多分バカ足引っ張ってるだけなんだよね、これ。そうそうそう、ただ単にね、一人100は余裕でいくはず。25歳でちょうどいいぐらい。マジか。それも異次元なんだけど。ちょうどいいくらい。そうだ、ちょうどいいの。俺4皿くらいだったよ。それやばいよ。俺でもやばい。4皿くらい食ってデザート食って、あ、まあ、味噌汁とかも。次はもうね、まあ、寿司じゃなくてどっかのお店の限界食いしたい、ね。あ、したいね。そうね。どうようか。コメントツイッターとインスタグラム、あんま大きな声出せないんで、よろしくね。あと次回の動画でね、お会いしましょう。